はい、どうも、ニーハオミヤタ金魚チャンネルです。ということで本日なんですけれども、本日ですね、5月の8日日曜日、ゴールデンウィークの最終日なんですけれども、皆さん充実したゴールデンウィークをお過ごしできましたでしょうか。私はですね、金魚関連で申し上げますと、またまた金魚仲間の石井さんとですね、もともと大和郡山に行く予定だったんですけれども、高速の途中まで走ったところ、とてつもない渋滞のためにですね、目的地を変更して弥富の方に行かせていただいたんですが、弥富でですね、またいろいろな金魚屋さんを回らせていただいたりですとか、あとは家の飼育の環境だったりとか、もろもろやらせていただいて、比較的充実したゴールデンウィークを過ごさせていただきましたというところですね。でも本日最終日なんですけれども、こちら目の前に映っております段ボール、見ての通り段ボールなんですけれども、本当に久しぶりにですね、ヤフオクで金魚を購入させていただきましたというところですね。で、本当にヤフオクで買うのがですね、なんだかんだで2回目なんですよね。一度購入をさせていただいた経験があって、でその後ちょいちょいたまに見たりはするんですけれども、購入する機会がなかなかなくてですね、ですが今回非常にこう気になる金魚がおりましたので、人生で2度目となるヤフオクでの購入ということで、その金魚が届きましたというような状況になっております。でですので、この後ですね、早速もう開封の方していきたいなというふうに考えております。はい、ということでですね、人生2度目となるヤフオクで購入した金魚到着をしましたので、ちょっと早速開封の方していきたいと思います。いつも自分がですね、発想をしたりだとかすると、自分の梱包のやり方みたいな、といっても通販とかでお迎えしたお店の、真似をしているだけなんですけれども、このような形でですね、人様から購入した時にいろいろなこの梱包の仕方もあって、大変面白いなという印象もあったりします。はい、じゃじゃーんということで、変わり竜ですね。今回ですね、ヤフオクで変わり竜が出ておりましたので、ちょっとそちらをですね、購入をさせていただきました。で、その背景なんですけれども、本来であればですね、当の昔、今日5月8日なんですけれども、3月の末にですね、輸入を予定していた金魚が上海から届く予定だったんですけれども、皆様ご存知の通り、上海がかなりヤバめのロックダウンに入っていて、で経済であったり物流、あるいはそのお店ですよね、経済活動全般ですよね、あるいは社会機能そのものがですね、ストップをしてしまうぐらい深刻なロックダウンに見舞われておりましてですね、で、金魚の発送どころじゃないということで、いろいろとこう買い付けをした、輸入を予定していた金魚に関しては、上海のシッパーさんの叩き池で今、管理をしていただいている状態で、もうすぐ1月ぐらい実は経ってしまうわけなんですよね。でロックダウンが解除されないので、実は今年その小引き用でやりたかった親魚、種魚、みたいな金魚も実は買い付けをしていて、でそれが来たらばですね、繁殖の方をやりたかったんですけども、来ないので、一旦他の金魚で小引きをしたいなというところ でどうせならやっぱり面白い金魚でやりたいなと、ことを考えていた時に、このヤフオクでこの変わり竜が出ていたっていうことと、であと弥富に行った時にですね、丸都市養魚場さんですかね、丸都市養魚場さんでも、何匹か本当に運よく変わり竜購入することができたので、ちょっと今年はですね、一旦こちらで小引きがもしできたらなという思いで購入をさせていただいた次第ですというところになります。でも本当に立派ですよね、これ。サイズも大きいですし、形も
パッと見た、まあ、別にこの変わり流のプロでは当然ないですし、その基準的なものとかは分からないんですけれども、まあ、素人目にも、すごく立派な金魚だなという印象はあるので、まあ、こういったものをですねうまく活用しながら小引きがまた楽しめたらなというふうに考えております。ではですね早速ちょっと水温合わせをしていきたいと思います。はい、ということでですね今まあこういった形で水温を合わせております。まあ、大体いつも30分とか小1時間ぐらい自分がまあ入れたい水槽のおそらく水温にまあ近い環境でまあらかじめ水を張っておいて、まあ、放置をすることでその入れたい水槽の水温に近い水温のまあ水ができるかと思うので、まあ、そういったところでこの袋ごとですね、まあ、浮かべてで一定時間がまあ経過したら入れたい水槽に入れるというようなやり方で、まあ、やらせていただいているんですけれども、まあ、本当にかなり立派な変わり流だなという印象がありますね。こちらの個体のこの丸みでありますとか、まあ、あと出目性の金魚なので、まあ、そういった均等性であったりですとか、まあ、なんかまあいい、なんかいいんじゃないかっていう感じがしますね。ですので、まあ、この後ちょっと放置をしてですね、その後まあ一旦この放浪に出して、まあ、状態を見て問題なさそうであればそのまま船に入れたいなというふうに考えております。はい、ということでですねこちらの袋を浮かべてだいたい1時間ぐらい経過をしたのでこちらの放浪にですね放流をしてみたいと思います。こちらの変わり流を放流してみたいと思います。ですかね。で、まあ、放流をしましたというところで本当に立派だなという印象がやはりありますね。で、まあ、ちょっと小引きができるかどうかは分かりませんが、まあ、もしこの変わり流ができたら面白いなということで購入をさせていただいた、まあ、わけなんですけれども、まあ、繰り返しにはなりますがもし輸入ができていたらですね、まあ、そちらの種魚親魚がいたのでそちらでまあやりたかったんですけれどもいつになるか見通しがつかないのでとはいえ小引きはしたいという思いも強いのでもう本当に一度ですねその繁殖の楽しさを知るとやっぱりこう自分で卵から金魚をまあ育てる楽しさっていうのはまた本当にちょっと違った面白みがあるので、まあ、やりたいなということで購入をさせていただきました。でちょうど確か5月の12日か13日ですよねの週末なのか週末のちょっと前かぐらいが、まあ、また大潮っぽいのでちょっとまあそのあたりのタイミングまでに、まあ、もちろんその卵があるかどうかとかもあるので、まあ、必ずしも希望通りにはいかないかもしれませんが、まあ、そういった部分も意識しながら飼育であったり、まあ、小引きをもし楽しめたらいいなというふうには考えております。でもちろんその飼育ですよね、そのオスメスとかも、まあ、分からないのでそもそも本当にこう全員メスみたいなパターンとかも、まあ、なきにしもあらずだと思うのでそのあたりに関してはもう運も左右するのかなみたいなところですかね。はい、まあ、ちょっといろいろと長々と喋ってしまったんですけれども、まあ、本日のですねこの人生2度目となる、まあ、ヤフオクでの、まあ、購入動画に関してはこんなところとなります。もしですね本当に小引き等に成功したらまたいつもの通り YouTube でも動画が作れたらなというふうには考えておりますのでその状況次第でまた続編的なものが作れるかもしれませんというようなところをこの動画の結びとさせていただきますというところです。では本日もご視聴いただきありがとうございました。